さあ保護猫を保護して3週間も経ってないけど、はい、もうこんな感じになりましたうろうろして、あこっち来た、もう走り回るようになってしまいました、うん、2日間ぐらいの出来事よ。3日前はここまでまだフルフルしよって、うん、2日ぐらい前になんかちょっと歩きたそうやってけ、うん、檻開けてみたら、うん、ちょっと冒険が始まった。あら、洞窟に洞窟にで、昨日ぐらいから冒険範囲が広がってきて、うん、今日はもうこんな感じ。あら、なのでたまにこうやって檻を開けて遊ばせてるんだけど、うん、さっきまで白がめっちゃ走り回ったけどね、うんうん、今もうおっぱい探しに夢中で、その2匹が外で寄って、さっきまで家におった2匹が出てきたね、うん、僕大事やろうね、こうやって遊ばせるの、運動させんとね。あ、また来たかお前、ここすぐ来るんだよここに、ほら来るんだよこうやって、ほらかわいい、もう落ちんなよ、落ちんなよ、おい、危ない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 、登ったら危ないってやった、行け、うわ、走った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 全速力なんやろなあれ、ほら見て見て、来た来た来た、入ってきた入ってきた入ってきた、あ、入ってきたまた入ってきた、怖かね、踏みそうで怖いよね、猿が赤ちゃんのことはお尻の話したもんねお尻のここって出とるもんね、うん、あのみーちゃんの時もそうやったね、うん、みーちゃんは本当に親もおらへんときにさ、うん、お尻は濡れたわりでピッピッて拭いてやったらうんこ出したりしちゃったけど、うん、今それを全部親猫がしてくれってやろ、うん、お尻ペロペロってしておしこ出したり、うんこ出したり、何しようねあんた、クレーンゲームでてててててガシャーンちょっと待ってね、あ、ちょっと待ってね、出てきた、うん、あ、帰ってた、うん、帰ってきたかと思ったら素通りしてきた残り3匹は、うん、すごいね、ちゃんと撮った、あれは残り3匹はもう、うんうんうん、さっきまで遊びやった3匹やろ、ハイイロはでもずっとここをね、うん、ハイイロも出てきゃいいのに、ハイイロちゃん帰ってきたら親猫にエロゲロなの、うん、匂い、人間の匂いがするってなってたやろね、うん、こいつかわいいかね、3匹ともちょっと来い、ほらほらほら、それいかんよ、あらあららら、あい、あもう今の、うんうん、あうまかいかいか、あらららららら、あららら、なんでお前びっくりしとっけお母さん、お母さん、言ってこんね、また出ろこしろしろ、白またもうワンダメだけ、うん、遊び行こうでしよう、あ、お母さんそろそろご飯あげてもいいかもしれんね、今ねこういうのがいいよばって言って病院で言われたやつを買ってます、うん、バラエ空間ね、ほらハチ、はい、ご飯やぞ、ほらハチご飯ご飯、子供がひっくり返りよってあんた子供がひっくり返りよってすごいガッツくやなお腹すぎたとはいえさあね、もういっぱいから垂れ流しやろうけどちょっと二晩持ちでめっちゃ走っていったあれれれれれあんたが来たんやろ走り行って、あれ誰もいないって言うめっちゃ走ったね今ね止まらんもんね。よし、じゃあもう入れてあげようか。マジで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 。どっちがいいんだろうね、このさ、もう外に出していいのか、まだちょっと入れとったがいいのか。まあ入れとったが良さそうよね。よし、胸足それ蓋してくれ。よし、それ。
あ、また出てる。違うて、違うて、もう混んでいいって。はい。はい。めっちゃフルフルして歩きますね、やっただけ。あら、出るぞ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 。あ、危ない。あら、行かれようになったって。でも、この間から出ていくもんね。そこしかない。いいね。はい。あれは。3枚ね。どうしとったよ、それ。好き好きお母さん。うわーし。全員出てきたよ。よし、これで大丈夫かな。出られんか。あ、大丈夫。よく食うな。いや、やっぱみんな外出たいとやん。こいつもかい。牛くん乗らんねえじゃん。うん、みんなほら、みんなおらららら飛び出していきよ。遊びたいってなりよったやろね。うわ、出せ出せってしょ、ほら。出せ出せ。うわ、元気いっぱいになってきたね。ちょっと病院の先生に聞いて、外を出していいかを今度聞いとこう。今日ちょっと聞いてみるよ。ということで、はい、元気になってますでした。はい、はい。